はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきたいと思います。こちらのアンドロメダ学園デビューガチャですね。まあ内容としてはかなりいいような感じになっているので、早速詳細の方を見ていきましょう。まず10連ガチャが初回パワーストーン150個で引けて、PR 以上の暗黒スバルが1枚確定と。で、2回目が SR1 枚確定で、3回目になるとアンドロメダの、嵐丸、大西、スバルの中から SR で1枚確定というような形になってますので、まあ、今回はね、3回引いていきたいと思います。で、並行してですね、今もう一つの方の波動高校限定シナリオお役立ちキャラ、こちらもね来てるんですけれども、こっちはね SR 確定ではないんですよね。で、前々から欲しい欲しいって言ってるね神高がねここにいるんですよ。で、さっきの暗黒スバルとかと比べたらもう圧倒的にね神高の方がね欲しいんですけど、まあ内容的にはアンドロメダの方がいいので、今回はこっちを、30連ですね、やっていきますと、いうところで、じゃあ、初回の10連ですね、これはパワーストーン150個で引けて、まあ、PR 以上ですかね、 PR 以上の暗黒スバルが出るんで、まあ、もちろん SR が出てくれれば嬉しいんですけども、じゃあいきます。ガチャルと、まあ、最初のここの演出ですよね。グはい、ポン。お、赤玉来た。これはおお、 SR 来たね。何個、まあ1個だよね、最後か。ってことはスバルじゃないってことだな。普通のキャラですね。まあ暗黒スバルは PR と。で、 PR の大金持ち佐久間くんも PR で出て、暗黒じゃなくてアンドロメダの嵐丸は R。 てか PR もそこそこ出て、あ、サイガだ。よしよしよし、サイガはねこれでね結構上限解放ができますね。これは嬉しいな、何気に。サイガの上限解放できるっていうのはかなり嬉しいので、まあ初回はなかなかいい感じでしたね。じゃあ2回目をいきます。これ間違えないようにしないとな。2回目は SR が1枚入ってるんで、もう1回いきますと。で、これは普通のキャラから来てるんで、まあ、ポンと来て、うん、まあ、この演出でも SR は入ってますね。よし、2つ来た。これは期待できるぞ。あ、暗黒スバルよし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 。3も1枚。お、アンドロメダの大西の方か。まあ、嵐丸もね、欲しかったんですけどね、嵐丸はね、経験点がね、いいんですよね。で、スタミナキャラはね、俺ね、沢村を持ってるんで、多分ね、沢村の方がね、使いやすいとは思うんですけど、まあ、いいでしょう。2枚出てくれたんで。で、さらに3回目で、この中から3人のうち誰かが出てくるので、もうサクッと引いちゃいます。ガチャル。ポンと。早いな。ググが来ないね、ググが。で、ここで何枚？おお、ここも2枚来たね。今回はいいぞ、これは。お、嵐丸。アンドロメダ嵐丸です。これ3人揃ったな。いや、これは投手作成がかなりはかどるな。で、これは、お、暗黒スバルですね。というような感じになりました。いや、今回はかなり引きが良かったっすね。いや、この引きをね、本当はね神高でね出したかったんですよ。神高で、で、大体ね、こういう神高はねもらえないんですよね。ちょっと見てみると、あ、全部そうか、ボックスが開いてるんで、ボックスに格納されてますね。イビキャラで、強化と、入手順か。入手順でいくと、まずここで暗黒スバルが1枚、アンドロメダの嵐丸が1枚、アンドロメダの大西が1枚、で、ここで、暗黒スバルが1枚と。で、あと、サイガがどっかに行ったん、あ、違う、サイガが1枚というような形になったんで、
1,2,3,4,5 5枚ですね。3回引いて5枚手に入れたんで、今回はかなりの引きの良さを発揮しましたね。しかもキャラ的にも全然いいんで。で、あとはね、暗黒スバルをね、使うかどうかなんですよね。自分は普通のね、スバルもね、持ってるんですよ。SR で。で、暗黒スバルって、折り辺取るときってダークネビュラじゃないですか。ダークネビュラ。マジ中二病の名前なんですけど、これね、失敗するとね、ガラスのハートになるんですよ。で、結構ガラスのハートの確率がね、高い気がするんで、まあ、どっちの方がいいかなっていうのは、悩みどころではありますけれども。で、今この暗黒スバル、まあ、別に普通のスバルでもいいんですけれども、挑戦状イベントがあるじゃないですか。で、ちなみにね、もうね、挑戦状イベントは、ほぼ終わらせてます。金のね、宝箱はね、もう全部取っちゃいました。もう普通の SR スバルを持ってるんで、報酬リストですね。まあ、これ見るともう SR ガチャチケットからもう全部回収してありますので。まあ、あとは暗黒スバルを優先的にちょっと、育てて、投手を育成していきますか。で、あとね、神鷹ね、神鷹欲しいんだけどな。まあ、いかんせんもうパワーストーンが7個しかないんで、引けないんですけれども、ちょっと神鷹は本当に悩んでるんで、もしかしたら補充するかもしれないです。で、あと次のイベントで、駒坂くんの何リードオフマンっていうのが来てるんですけど、で、駒坂くんとかいらなくないですか。もう俺の中で駒坂くんはもういらないんですけど、総力キャラは日野くんと猫神がいるんで、特にいらないかなっていうのはあるし、そもそも駒坂くん自体が評価めっちゃ低いんで微妙ななんかイベントだなっていう。まあ、他にね、SR のチケットが手に入るんだったらそれでいいんですけれども、まあ、ちょっと次のリードオフマンのイベントは微妙な感じがしますね。というところで、じゃあ今回のガチャ動画はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。